い、それでは続きやっていこうと思います。さて今回はねちょっとねストーリーを進めていきましょう。やっぱりね、ということでロボの時代ですね、プロメテドーム行ってみようと思います。あそこにはどうやって行くんだったっけな。あのなんかちょっと離れてる場所だったよね。どうやって行ったっけな。相変わらずここは暗いな。どうだっけ、こう出てなんかでプロメテドームから来たんだけれど、どっちに行かないとダメなんだ。工場跡、あれここではなかったよね。どうやって行ったっけ、もう全然覚えてないや。あ、っていうかここダンジョンだったよね。ここじゃないわ。でもなんか敵がいなくなってますね。あれ、あーっていた、ごめんごめん、いなくなってますねって言いながら全然おったわ。でも最近装備品を全くと言って買ってないんですが、そろそろなんか心配になってきたんだよな。よいしょ、オッケー、よし、ここ出るじゃん。あ、またここ通るのか。32号廃墟。あ、これ普通に戻れるんだね。よかったよかった。別になんか毎回レースする必要は。あれ倒せるかな。なんかこいつ結構強かったような気がする。え、ドゥン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 。やるでよ。あ、強いね。あ、いてててて。カエルのね、クリティカルが本当めっちゃ助かるわ。ロボちゃん強い。いいよいいよ。ピー、ナイス。ちょっとお金がね一気になくなっちゃったので稼ぎたいとこ、なんか全然稼げないね、ここ。稼げない稼げない。あ、なんかめっちゃおる。で、なんか宝箱もあった。あー久しぶり。あ、5匹。あ、マジで。じゃあちょっとサンダガで移送するか。サンダガウェイ。よしよしよし。とかあれか、ここ探索してなかったんだな私。宝箱あるし、レコーダー。あー、やっぱ出会っちゃいますよね。うん、ミュータントタートルズや。よいしょ。わっ、なんかあれか、レースをしない分敵とたくさん戦えってことですよね。もうやだこいつら、見た目があんま気持ち悪いよね。よし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 、すごいね、めっちゃクリティカルしてんだけど。痛い痛い。オッケー、鉄壁。そろそろエイラちゃんを使いたいところだよな。オッケー。あ、でここに戻ってくると、はい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 。ここどうやって行ったっけ。あ、ここから行ったっけ。地下水道跡。あ、違うな、違うね。いや違う、あれ地下水道跡から行ったっけ。いや、なんかそうだった気がするな。もうボタンを押して動かしてるから奥に行くのは簡単だよね。そうだよね。でここで、あれ回り込んでスイッチを押せ。あれ
なぬ。どこだったっけ。あ、でもここ行けるな。そうだな。で、ここからこうだったっけ。あ、出た出た出た。あ、よかった。監視者のドームだったっけ。こんにちは。私に行われた最後のプログラムは博士自身の埋葬でした。これで私は永久に博士と同じ時間を過ごすことができるのです。あれ、もう一つやらなければならないことがあったような。打席を忘れました。ん、あ、博士死んじゃったの。あらら。あ、本当だ。ここにおっさんいたもんね。で、ここの扉ですよね。ペンダントが輝き出す。よし、先に行くどん。扉を開けた者たち、私は言葉の賢者ガッシュ、魔法王国ジールのガッシュ。私はジールの大災害の折この時代へ飛ばされた。驚いたことにラボスが現れるのは私の時代だけではなかった。遥か太古の時代に空より落下しジールに出現し、地中深く潜みこの地球のエネルギーを吸いながら成長を続けた。あ、もしかしてここの施設にいたおじいちゃんが賢者だったのか。時はガルディアン王国歴600年、魔王が呼び出しいときその姿を現す。王国歴1999年、ついに地表をもそのテリトリーにする。そしてまるで卵を産むかのように私が死の山と名付けた場所から自らの分身を次々と誕生させるのだ。ラボスとは星自体に巣く巨大な寄生虫なのだ。私はここでラボスの監視と研究を続けてきた。おお、未来に飛ばされ、なんかさ、幽閉されてたって言ってたよね。でも飛ばされてたんだね、未来の世界に。だがすでに限界じゃ。こんな時代に正常な精神を保つのは不可能なのかもしれぬ。私の精神が死を迎える前にこの記録を残しておくことにする。私の生涯最後の発明とともに。私は自分の時代に何とか帰ろうと研究を続けた。しかしこの研究が完成する頃に私自身寿命を感じていた。だから託すのだ、ここを開く者に。時間行き来できれば、時代を超えて人間がこの星そのもののために一つになれば、あのラボスをどうにかできるかもしれない。可能性はゼロに等しい。しかしゼロでない限りかけてみる。この扉を開く者にこの地球の全てをかけて。さあ開けるがいい最後の扉。そして手に入れるので私の最後の発明、時を渡る翼を。あ、何、時を渡る翼、これで戻れる、ジールに。おお、何これ、でっかー。乗りたいんですけれど。あ、これが先ほどの記録にあった時を渡る翼。こいつが時を渡る翼、そのようですよ。手に入れるのだって言ってるけど、これどうやって乗ればいいんだ。ここ乗り方が分かんない。ん、普通に乗れないよね。あいつに話しかけるか。あ、違う。ああ、よかった。ああ、来た。思い出した？やんなきゃいけないこと。驚いたようだな。私だよ。そう、ガッシュだ。この物体に私の頭脳をコピーしておいたのだ。この物体気に入ってくれたかな。君たちに説明をしておかなければならないことがある。それは他の時代への生き方じゃ。Y ボタンにタイムゲージが現れる。LR ボタン、めたい。 LR ボタンで行きたい時代を選ぶと良いじゃろう。あ、そうだ、出発の前にこのタイムマシンに。ん？タイムマシンに名前をつけてみてはどうかな。お名前つけられんの。え、なんかシルバードって超かっこいい名前じゃん。じゃあこれでいいよ、シルバード。さあ乗った乗った。はい、あー、これで戻れるんだ、謎の舞台。むにゃむにゃ、作動。あー、すごい、これでいける。時の最果てにもいけるんだ。世界崩壊、現代、中世、古代文明、原始。あ、古代文明に帰れる。でもちょっとさ、これが気になるよね。世界、あれ、世界崩壊の時って私
行ったっけ、ちょっとワープしてみよう。行ってみます。おお、やばー、あムービーだった。かっちょいい。なんだってんだ。私の時代の文明でも時空間の乗り物などはなかったというのに、これがシルバードの力。おお、到着したぜ。なんだってんだ。 AD1999 年1時24分間違いありません。あ、これは世界崩壊の時か。あー、これあれだよね、見たよね、プロメテドームかどこかで。あ、そうそう、でこれがラボス。戦闘能力値計測不可能。なんだこいつ、ラボス。マジかムーン。え、戦えないでしょ、今逃げるよ。逃げよう。あー、それで戻るのね。あ、でも最後はここで戦うことになるんだろうな。あ、行けなくなった。ドクンドクンドクン、中世、じゃあ古代文明に戻るか。今行けないよね。よし、戻ってきた。よし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 。それでここに行く。あ、え、あ、封印されてる。何、マジか。ここでよか、小さな洞窟。よし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 よ。ことかじゃないよね。あれ、あ、なんか行けるようになってんだけど。あら、こんにちは。ここはアルゲテ1の民の村だ。我は地の民は魔力を持たないがため天空の国ジエルを通報されたのだ。ちょ、一緒に手を組みませんか、私と。なんかいろいろお部屋がこもごもありますね。ここは女王は海底神殿に魔人機を設置してラボスからさらなるエネルギーを取り出そうとしているが、果たして大丈夫なんだろうか。危険だと反対した命の賢者様は嘆きの山に幽閉されてしまった。我らではもうどうすることもできない。と助けに行こうぜ。賢者様から聞いたのじゃが、ジャッキー様はサラ様をも超えるすごい魔力を秘めているらしい。しかし女王の正気を失わせサラ様を苦しめるその力を嫌い、心ごとその力を閉ざしてしまっているのじゃ。とりあえず一番下まで降りてみます。あ、でここも行ける。サラ様、今度いつ遊びに来てくれるのでちゅかね。三賢者様たちと、あ、三賢者様たちとサラ様くらいですよ。我らは同等に扱ってくださるのは。やっぱあれだな、おじいちゃん助けに行かないとだな。すごいね、なんか魔力持たないからって地上に降ろされて差別扱いみたいな。わー、どこの国でもやっぱあんだな。人間の醜いところだね。ここに住む地の民の多くが海底神殿建設のために運行され、二度と帰ってきませんでした。あ、何か買っていくかい。はい、なんかある、買う。あ、なんかいろいろあるな。ザンマと14700、え、だから、だっか、コメットアロー、メガブラスター、メガトンアーム、シャインブレード。あ、なんか上がるんだけど。わー、金がね、金が。シャインヘルム。あ、2300円か。これだけでも買っとく？光のローブ、シャインプレート。これだけでも買っておくか。よし。またお金を稼がないとな。レベル上げとかして。あー、4万ぐらいが全てアイテムに消えましたからね。やっちまいました。
よいしょ。じゃあ、インヘルム。よし。しばらくこの3人で行くか。もう1人ぐらいなんかボスを倒したら、ちょっとまたメンバー変えましょう。今度はな、エイラちゃん使いたいな。エイラもあるだろうな。やるとしたら。回復がやっぱりおぼつかないからな。泥食いのさ、とても危険でちゅ。行かない方がいいでちゅ。ほむ。あ、止まっていくかい。ありがとう。あ、誰止めてくれた。優しい。ありがとうございます。お世話になりました。かつては光の民も地の民も共に暮らしていた一つの種族だったのよ。あいつら服装からバカにしてきやがったからな、キニクは。うわぁ、マジで。この穴は泥食いの巣に続いている。泥食いの巣は嘆きの山を大地につなぐ鎖のところまで通じているはずだ。あ、じゃあここやっていくんだな。命の賢者様は女王の計画に反対したため嘆きの山に閉じ込められてしまいました。よし、じゃあちょっとセーブしていこう。時計を封印、呼べよ嵐。ということで、じゃあここ行きましょうか。パワーカプセル、イエイ。ん、敵かな。おお、あと新しい子たちですね。攻撃力がある。何、やばいな。やばい、倒せない。やばい、どんどん、あ、どんどん、あ、やば、強っ。あー、うわー、これは魔法で倒した方がいいのか。じゃあサンラー。痛い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 。お、大丈夫、ロボ。ヒールビームして、ウォーターかな。この3人基本的に物理だからきついよな。あ、でも攻撃すると結局のところ上がるのか。そういうことね。めっちゃ攻撃力上がる。やだ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 。じゃあもう普通に通常攻撃でやっちゃおう。早く。よし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 。うわー、こういう敵もいるのね。あ、900ゴールド。やっぱりお金はうまい。お金は。わー、またいるー、こいつら。一点集中型だな、戦うの。やばいね、ちょっとクリティカル出してお願い、クリティカル。あ、もしかあれか、もう連携しちゃった方がいいかもしれないな。連携しよう。いってて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 、はい、連携連携連携で、X 切り。よし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 。あ、やっぱ X 切り神ですわ。ヒールビームで回復しつつで、カエルとムンちゃんで X 切りしよう。強いですわ。はい、 MP あんまり使わないしね。いない、大丈夫。 OK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 。 ピーン。いた、だだだだだ、ナイス。ふう、あ、なんか色違い出てきたんだけど。で、ここから先は通さないもんね。え、ボス。あ、マジですか。ちょっと待ってよ。飛来神、敵団体に剣刺し、雷落とし。へえ、泥食い LR、 泥食い使い、使いから倒した方がいいかな。どれから行こう。はい、ドゥーン。258、あんまり効かない。あー、痛いな。おお、いや、もうヒールビームだな。ロボはひたすらヒールビームして、カエルとモンちゃんでできれば全体攻撃がいいのかな。でもカウンターしてきそうだから怖いな。
から倒した方がいいか。連携で、敵単体にタケラドロック使い、ちょっといろいろ使ってみよう。連携技どれが効か、あんまり効かない。これやっぱエクス切りか。あ、暴れてる暴れてる暴れてる。これが地味に痛いですね。おお、よいしょ。ヒールビーム、よし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 、止まってよ。ちょっとヒールしようか。ヒールして回復させて、ちょっと三段を使ってみようかな。どんぐらい効くんだろう。いや、どうしよう。これ攻撃当てたらさ、こうドロクエちゃんたちが強くなっちゃって攻撃力が上がんない。あー、よかった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 。やりたいの間違った。ちょっと通常攻撃もちょっと当ててみましょうか。あ、でもナイスクリティカル。あー、やっぱりあれか、連携か魔法が効く感じかな、こいつら。なるほどね。ちょちょ、うんこ飛ばさないで。怖い怖い怖い。でもサンダがね、なんか特にあの攻撃したところでね、こうドロクイちゃんたち攻撃力が上がるわけでもなさそうだから、サンダがでもいい気がするけれど。おーいって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 、おーいって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 、よいしょ。じゃあ、あ、ジャンプ切り覚えたんだよね。ちょっとドロクイ使いにジャンプ切りしてみよう。ヒルビーム、ドゥン、あんま効かない。やっぱ連携がいいのか。いてて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 、こいつら。ちょっとここは回復のターンにしよう。よいしょ。で、サンダがして。カエルもね、ウォタガとか覚えるといいんですけどね。いたー。ヒールします。あ、寝た！ちょ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 、これはあかん、これはあかん、これはあかん。ちょっと待ってよ。で、ここは万能薬を使って、で、ヒールビーム。三人連携とか使いたいところだけど余裕がないっすね。怖い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 。ちょっと連携使おう。何がいいかな。飛来神、飛来神が効くね。あ、何、あ、回復しちゃうの。あ、マジで。痛い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 。ちょちょちょ、何するん何するん。連携、 X 切りも使ってみるか。どっちが強いかな。飛来神と X、 あー、 X 切り効かないね。じゃあやっぱ飛来神だな。うへい、よいしょ。倒したー、やったー、よっしゃー。うん、で、なんか鎖があるな。あ、で、こう登っていけるのね。あー、ここワンワンのところじゃん。
来た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 。あ、でももう時間が25分ぐらいなんですけどって。普通に敵出るんだここ。ダンジョンかよ、マジか。いたたたたたたた。いや、ちょっとここでパーティー変えようかな。それで今回ここで終わりにしておきましょうかね。 HP が減っていく。あ、やだやだやだ、これ嫌だよね。強いっていうか、なんかややこしいっつうか。よしよしよし、倒そう倒そう倒そう。ここ降りてきて、よし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 、ナイスでーす。経験値うまっ。じゃあちょっと今回ここで終わりにしておきましょうかね。どっかで回復ができればいいんだけど。ちょっとパーティー行かんよ。よし、いや、ロボお疲れ、マールだな。あとカエルも休ませて、ちょっとエイラちゃんで行こうかな。うん、じゃあちょっと次回からちょっとこのメンバーでね、やっていこうと思います。はい、ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。